喫煙所じゃ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 んやな。あ、ほんまや。スリッパの印。横一緒に置いといたらいいですよね。俺も書いといてやん。うんこって書いといて。猫ちゃん。海。海はちゃんと見えます。素敵やんか。トイレはここ。女じゃあこっち男弁女弁。廊下やな。2階の廊下に Wi-Fi がちゃんとあるやん。こっちも海やん。海。おお。あっちルワンド。おお、素敵やん。この辺とか売り物かどうかわからへんけど。トマトなってる。トマト、まだ緑やけどトマト。ああ、ほんまや。目の前がカイク。トマトもないけど、ここあんなとこにほら銃の女神がある。あ、ほんまや。初めて知った。これはなんか手作りだそうです。すごいな。エントランスは素敵やな。緊張はスクワットの道具。恒例のお部屋紹介。きっと誰も見てないと思うんだけどな。本当はこんなお部屋なんてピューンってやってこういうと本当は終わりやねんな。こういうとこ細かく言うかあかんねん。例えばママが横で鼻かんでるとかな。まああえて言うならがっつり和室なんで。でこれがコンセント。コンセント、ここはほんまに1個かな多分。この部屋はな、エアコンは俺の大好きな家庭用。これが一番効く。セントラルヒーティングはあかん。これが一番効く。で冷蔵庫です。冷蔵庫はこの前の朝日と違ってちゃんと効くな。ただミニバーではない。多分和室なんでこういうような。一回も飲んでないお茶、朝飯の時飲むかな。一応こういう方のこう今のコロナシーズンなんで出汁もちゃんとついてますね。あとはこれも NHK が多分来てるテレビです。あとマッサージが40分4000円で60分6000円。分かりやすい。まあきっとこれ隠れてるから多分読んでもなかなか来ないだろうな。クローゼットです。ジョアヤンヤンジョアヤンヤン。なんとクローゼットの中に電話ありますわ。ほらクローゼットの中に電話まあここはほぼ間違いなくどの部屋も海が見えます。なんでかっていう海沿いに立ってるから。
ね、あそこから撮った、景色が多分あると思います。挟んでおきます。名前正解かどうかわかんないですけど、花飾り、今日泊まってるところの宿です。なかなかいいところでございますよ。右見ても左見ても海見えます。であそこにあるのが影楼、有名な影楼です。和歌山名産、白浜名産でしか分からないんだけど、シンプルなお菓子じゃないな、美味しいよ。そして今これに挟んでおきます。で一応嫁入り道具の鏡、こういうのを日本的ベランダって言うんやろな、きっとな。素敵です。特にあのこれ開けるとほんまのベランダになる。じゃん、じゃららららららら、ほらがっつりベランダです。ここでこう軽くなんかガスで食いたいけどな。これ変なおっさんまだおるけど、海です。今日も元気に和歌山来てます。飲んでません。あ、行かれる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 、あ、行かれた行かれた行かれた。もう残りわずか3匹で4匹となりました。とりあえず風呂やな。果たして空いてるかね。今露天行きたいけどな。空いてるわ。空いてた空いてた。露天風呂です。脱衣所ってどこなん？脱衣所なんかなさそうやけどな。露天風呂。露天風呂じゃなくて露天やな。これでここで風呂入んの？着替えるとこもなんもないやん。湯加減はどうですか？暑いけどいい感じ。ほんまの源泉やなここな、うん、すごい硫黄の匂い。海見よう思ったら見れるけど覗かれるな。なかなか夜の露天風呂よろしいな。夜の露天風呂、ヤシの木を見たらそのまま露天風呂。これもう源泉かけ流しやから最高やな。最高っす。さあとりあえず戻ろうか。ここに電気ありますんで、これスイッチは自分でやってね。露天風呂、次は内風呂。どんなんかな。すごいな、バッチバチ。めっちゃいいお湯の匂いするわ。絶対これ熱いでお湯、独特やな。ん、独特な感じ。源泉かけ流しでございます。
あまりにも源泉かけ流しが熱いので水道水を入れています。こっちの風呂が一番広いの、うん、おー、なるほど。あ、広い広い、ちゃんとした風呂や。こっちはこっちの方がいいわ。広々、ここが一番広々しております。内風呂で、まあでも露天風呂が一番いいな。部屋はこのまま風呂上がったところにあるので、どこでしょう。で、風呂のこの横にヘアドライヤー室があります。うぅ、はぁ、しんど、とりあえず部屋やな。ちょっと休憩していく。どこに？ラーメン早いやろ。たりして明朝タンラーメン、いろんなところでこう紹介されてるみたいな。紀州ラーメンおかげさん、明朝タンラーメンのお出ましでございます。じゃじゃんこっちが餃子5個、もう俺たちにとっては2人前やな。じゃじゃん、メニューでございます。どうやら麺が黒いみたいです。うまそうです。夜は虫の音色がいい。では朝の露天風呂へ行ってみますか。硬くなかった？うん、爽やかやな。鳥の声がさえずってるわ。もう駐車場がそこやからな、下手したら覗けるんだよな。なんかもうほぼ露天風呂しか取ってない気がする。ちゃんとほら湯の花が出てます。これ熱湯やからな、熱っ。あ、でもだいぶ待ちないね。100度やね。これこの辺の飾り付けも可愛い。壁の防御、ゴージャスやな。なんとまあゴージャスなんでしょう。なんとまあ。これがあの何、紀州の名水、富田の水ですよ。富田の水。入れて差し上げましょうか。富田の水。ぜひ、ぜひ。とんだの水で乾杯しましょうか。うん、贅沢やね、これ。で乾杯。じゃあとりあえずとんだの水で。はい。乾杯。へい。ああ、ええわ。さあ何が乗ってんのか分からへんけど、豪勢やなこの。うん。豪勢な朝飯やわ。もうこう解説わざとしませんけど、何も乗ってないから分からへん。見たらうん、シラスとかな、
すごいよ。豆腐とかメロンとかなんか分からへん、わかめ。ママちゃん見て、ここにご飯あるやん、うん、これビューっていくとな、ここにもご飯、これおかわりのご飯、おかわりついてるわ。花飾り、すごいなんかシンプルなホテルやけど、いろいろなんか特別仕様やな、うん、部屋は、部屋というか部屋は なんちゅうの、1階と2階だけしかないな、うん、でエレベーターもないねんけど、ギシギシも言うし、だけどおすすめですね。うん、掃除も古い割には掃除も行き届いてる、掃除行き届いてるし、お風呂もすごいええ感じ、風呂も部屋にないっていう人は嫌かもしれんけど関係ないですね、うん、トイレも自分らで入れるしな、うん、全部外やけど人があんまりいないからがせいか、うん、なんか8人限定してるらしいわ、うん、コロナで。だからお風呂も別にな、全然たまたま1回だけ人と合致したけど、ほぼほぼ自分らだけで入れちゃうんで、まあとりあえず完全な源泉かけ流しですわ。お風呂が熱い、42度以上あると思うけど、でもまあそれもまたよしやな、うん、横に水が出てくるんでそれを入れながら入ってもいいし、だからわしらが入ってぬるめた、誰かが入ってあったにぬるめたやつがいいかもしれんな。ほんならまあまあぬるい、ぬるぬるくないな、超適用になってますわ。いただきまーす。これとんだの水が最高や、うん、どれいこう、どれいった、納豆、納豆、サメスピで1万5000円、安いな。うん、安い。さて、あとこのデザート食うて、うん、おメロン食べる、あ、メロン甘、甘いよメロン、うん、うん、ま、ちゅうことでごちそうさまです。お疲れ様でした。大満足、大満足やな、うん、花飾りやったっけ、うん、ホテル花飾りの朝食でございました。帰りました。今回の旅はどうですか。大成功花飾り大成功でございます。
一泊二日散々またいつものように白浜近辺を運転しながら花飾りとも泊まってました、ね、帰り道岸和田に、いつものとおりたどり着いたんでそろそろこれ終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さんまた。